サウスリッチ高等学校はアメリカ合衆国オレゴン州ビーバートンにある公立高等学校。現在、国際バカロレア資格の家庭と一部の科目でアドバンスドプレイスメントの家庭を提供している。学校のマスコットはスカイラースカイホークである。総生徒数1968人のうち71%が白人14%がアジア人9%が ヒスパニック3%がアフリカ系1、1%が先住民族系である。生徒の7%が昼食代の援助を終え、4.8%はエスル教育を受け、12.5%が特別教育を受ける資格がある。2005から2006年度において、退学率は1.6%、また卒業生の92%が高等教育を希望し、 17%が国際バカロレア資格の卒業証書を授与された。サットの平均得点はクリティカルリーディングで525点、数学で548点、ライティングで513点だった。サウスリッチ高等学校は卒業のための必修単位として生徒に奉仕学習を課している。最低でも60時間の奉仕活動を行わければならず、高校側は 年15時間ずつ、奉仕活動を行うことを推奨している。卒業前に200時間以上の奉仕活動を行った生徒は、卒業の際に特別な認定を受けることになっている。2008年、高校4年生527人の86%が、高等学校家庭の卒業証書を授与された。527人のうち、453人が卒業し、 40人が退学し、8人が修正卒業証書を授与し、26人が留年した。サウスリッチ高等学校は2002年にアメリカ合衆国教育省から模範的小規模学習コミュニティの実施校に認定された。サンシリッチマーチングアンサンブルは2007年と2008年のノースウェストマーチングバンドサーキットで1位を獲得し、2009年には 州大会で1位を獲得した。2004年の8月13日、ジョージ・ W ・ブッシュ大統領が選挙遊説の一環として、サウスリッジ高等学校で講演を行い、支持者に対して招待者限定イベントをメインジムで行った。同日、大統領選の競争相手であったジョン・ケリーは、同州ダウンタウン・ポートランドのトム・マコール、ウォーターフロント・パークにおいて集会を開いていた。 ありがとうございます。